松井茂は、大阪府水田市出身のボートレーサー。登録千3415号。大阪府水田市南水田出身。上に、兄が一人いる。中学、高校時代はテニスをしていたが、目立つ選手ではなかったという。北洋高等学校在学時は、将来の進路を見出せず、大学や専門学校を数校受験するつもりでいたが、父親が、知人から、 協定選手養成所の募集案内を渡されたのを、きっかけに養成所にも出願したところ、合格。北洋高等学校を卒業してからもとす研修所に入所する。松井によると、養成所時代は同期生の中でも転覆が抜きんでて、多く、いつ養成所を退学になるか恐れる日々を送っていたと、言う。しかし同期生の大父地読みによると、 養成期間の後半に入り実践形式の研修を行うようになると、松井は、服部幸男とともにトップクラスの成績を収めるようになったという。その後、1989年3月24日に選手登録をする。1989年5月、地元住野駅を定常にてデビュー。デビューから半年で B1 級に昇級し、その1年後に A 級に昇級した。 2008年9月12日、福岡チャンピオンカップ初日のドリームレースで一着に入り、公営競技史上初の生涯獲得賞金25億円を突破。2009年7月14日、津協定場での G1 モーターボート大賞で1500勝達成。2009年10月13日、天笠城協定場での全日本選手権で初優勝。 悲願の協定ダービー制覇を果たした。2009年12月23日、賞金王決定戦競争 V3 を果たし、SG 競争 V10 を達成した。2011年9月8日、ナルト協定場での G1 オ渦ズ大賞にて優勝。史上12人目となる通算100回目の優勝を果たした。2011年12月25日、墨の江協定場での 第26回賞金王決定戦にて2着となり4500万円を獲得。公営競技史上初の生涯獲得賞金30億円突破を果たす。SGGI2017 年12月6日現在、G1 通算57勝全24場中22場で G1 タイトルを獲得している。未優勝は江戸川協定場と徳山協定場のみ。 GII 議員優勝数6回一般戦、優勝数44回。ありがとうございます。